地底人のお使いするスカイリム、パート11です。無事、ドリルを持ち帰ったところなのですが、唐突に、荷物袋に見知らぬアイテムが、突っ込まれました。アーチェロンの鉱山へのテレポーターに、エターニティとかいう、見ず知らずの人物から、お便りをいただきました。何々、アーチェロンの鉱山を吹っ飛ばせば、お宝をくれてやるとな。怪しい物質を垂れ流して、使い物にならなくしろと、そういう作戦のようです。もうさ、そこまで作戦立てたなら、自分でやって、どうぞ。さて、ひとまずドリルは、ニャミナーに預けまして。おそらく、24時間後に、次のクエストが始まると思われます。まあどうせ、何かトラブルが起きるまで、私はお呼びでないんでしょう？実家に帰らせていただいて、一日寝っ転がっていても、良いのですが。せっかくですし、空き時間を利用して、鉱山でも襲撃してみますか。エターニティという人物は、これまでの話でも、チラチラ出たか出ていないか、定かではありませんが。多分、ラルモール含む、クロックワークシティ全体の管理に関わる、お偉いさんなのだと、想像されます。いずれにせよ、報酬さえもらえるなら、悪人だろうとデイドラだろうと、構やしませんぜ。さて、何の準備もなく、鉱山にワープしてみましたが、テレポーターを使う以外に、出入りする方法がない、閉鎖空間のようです。ここですべきことは、怪しい液体をぶちまけて、機能不全にすること、だそうです。作戦メモ書きには、潜入がよろしくてよ、と書かれていた気がするので、警備の目をかいくぐって、静かにクリアできる作りになっているのでしょう。しかしまあ、隠密に自信はありませんし、鎮静の後、一人ずつ始末すれば、何も言うことはない。おい、ちょっと待って、妖怪首を置いてけ、首を置いてけじゃないか。ゆっくりできそうもない人たちが、巡回しておるわ。見た目通り、アンデッド扱いで、幻惑魔法が通じぬ、笑えない冗談だ。だが、アンデッドならこちらも考えがある。汚れた実験体は、ドーンブレイカーで速攻よ。メリディア様？太陽光ダメージ、こいつらにあまり効いていないような。クイックムーブで、連撃を叩き込んだところで、当然の権利のように、反撃されてしまいましたとさ。火力特化で、ゴリ押せる気が、ちっともしませんでしたので、どうにもならなくなるまでは、こそこそしてみようと思います。アーチェロンの館で、すでに経験した通り、首なし方位置みたいな連中は、パーセプションが低めに設定されている様子。理不尽なタフネスを、獲得した代償として、侵入者に対する敏感さが、損なわれたわけですね。立ち上る光は、謎物質が放つ、魔法エネルギーか何かでしょう。放置しているだけで、エネルギーを発するとか、現代でいう、放射性物質じみた、危険物なのでしょう。だからこそ、ここの警備には、アンデッドな連中が、あてがわれているのかもしれません。あるいは、初めは普通の人間だったが、ここで長く警備していたら、俺は人間をやめるぞ、叙々。なことになっただけということも。いずれにせよ、アーチェロンマジ最低、という結論に、気味はございません。私は一体、何がしたかったのだろうか。くっそ狭い道に、罠を仕掛けたまでは、よかったものの。その道たるや、一方通行たらしめるに、十分な狭さだったようです。詰まるところ、後戻り不可なのです。その上で、首なしガードマンを、すり抜けていくのは、非常に厳しい。よって、毎度おなじみのハゲ罠コンボで、なんとかするしかありますまい。幸いなことに、警備員たちは、ツルハシしか使ってきません。足元がお留守で、罠体勢が、ガバガバ。二枚越しのベアトラップがあれば、自動で処理できることでしょう。まあそれでもタフいので、2匹以上に来られると、突破されてしまいますけどね。
ハゲがナメプモードに突入してしまいました。くだらない雷魔法はやめて、さっさと燃やしてくれよなあ。このワンシーン、歌舞伎役者みたい。ハゲが狙われている隙に、殴り倒すのじゃ。お願い許して。へ、ツルハシ一本でドバキンに抗うなど、愚の骨頂。だからもうあんまり出てこないでください、お願いします。また君か、多すぎるな。狭い一本道で、同時に二人以上襲ってこず。私に逃げる余地があるのなら、やぶさかでない。恋欲火なし、根性なし。迂回ルートなんてやめて、挟まってこい。貴様の目は節穴か。道の真ん中にいる私を、見つけられぬとは。こちらから切りかかると、大事故必至なので、できれば弁慶の泣きどころを、粉砕骨折していってね。休憩時間になったのかな？道のど真ん中でも、うまいことかからないのが、罠のもどかしいところ。横一列に仕掛けるのも、ありっちゃありなんですが。そうすると、罠地帯が薄らはげになってしまい、やすやすと抜けてしまうのです。お前の背中がバガバじゃねえか。ここまで鈍感なら、隠密殴りでも、対処可能かもしれません。メモダーミックソード？この鉱山で産出されているのは、メモダーミスという、魔法物質です。それを元に作られたためなのか、エンチャント効果は、66のマジカダメージ。メモダーミスには、マジカや魔法エネルギーを、蓄えたり、集中したりする性質が、あるのでしょう。エンチャントの実用性で言えば、マジカなんて削る暇があったら、体力削れって、それ一番言われてるから。さて、こそこそが通じるか、テストしてみます。とはいえ、フェイスライト込みで、全然見つからない状況。ただのカカシですな。次に立ち止まった時が、貴様の死ぬ時だ。すみません、何も見ていません。私はそこにいません。眠ってなんかいません。なんというチョロさ、なんというガバガバさ。そんなんじゃ、アーチェロンに、首にされてしまいますよ。もう首がないんですけどね。そして、アンデッドの分際で、チルレンドの、麻痺が有効だと判明。幻惑が効かないだけで、実はアンデッドでは、ないのかもしれませんが。いずれにせよ、体勢の穴は、突っ込ませていただきます。暴れんなよ。暴れんなよ。スパパ。まだ死なぬと申すか。もう首はないけど、一応キルムーブだし、多少はね。引くなよ、絶対引くなよ、的なレバー発見。レバーを引いたらば、溜まっていたメモダーミスが、どこかに流れていってしまいました。環境破壊待ったなし。あ、でももともと自然界にあるものだし、破壊じゃなくて、変化だな。別ルートも、お宝がないかと、探りに来たわけですが。三人に勝てるわけないだろ、いい加減にしろ、と、言わしめる、地獄の警備トリオが、待ち構えております。こればかりは、隠密だろうとなんだろうと、一人を相手にしている間に、残りの二人から、いびられること間違いなし。殴って張り倒せるかどうか、見極めるのも、お渡し気度馬金に、求められる能力です。せめて、もう少し開けた場所なら、ワンチャン戦っても良いのですが。おお？なんかありますねー。は。そういえば、メモダーミス流出の他に、掘削の原動力、溶鉱炉も潰せと、ファンレターに書いてあったかも。ぐるぐるしている歯車の上で、松岡修造の化身と、一悶着するってことだな。ボス格の存在といえど、所詮は最下級の精霊。安全圏から、パパパッと溶弾連射して、終わり。ゴリゴリ削れておるわ、さすが霊気魔法。くっそ長めの魔法回数1で削り切って差し上げろ。にしても、何にもしてきませんね。思い出したように、ファイアーボールを打ちましたが、念のため、魔法吸収も飲んでいたので、勝ち戦でございましたとさ。
と、鉱山焼き打ち事件を、完遂させると、ドリルクエストの方が、進んだみたいです。他にお宝も、見当たりませんし、撤収しますか。帰還する際は、もう一度テレポーターでオッケー？さて、ヤミナー君。There's been a problem. どうしてこう、お前のプランには確実性がないんだ。I never said you did. You are a problem, but not all of my problems. This one is, unfortunately, unrelated to you. ドリルが折れた？とか言わんでくれたまえよ。No, but we are very close. It seems I might have miscalculated the route to it. Some of the mining teams are dead, attacked by undead fabricants. 要するに、死体を掘り当てちゃって、襲われたと。Not as you might understand it. They're constructs for the most part. It seems that we, on accident, drilled into a previously unknown section of the catacombs of Sothasil, but I do not understand what agitates them. 文字通り、墓穴を掘っていたわけですね、わかります。A fabricant, dead or not, understands the need of the machine. They are our ancestors, and would not attack us unless something was seriously wrong, but once again, we stumble blindly. ニャミナー君は、ツンデレ担当なのかな？ If you would be so kind as to, you would have our gratitude. They broke in around the dig site tunnel, so start looking there. ということで、地下で暴れるご先祖を。物理的に落ち着かせてきてほしい。そんな依頼が、舞い込んできました。真鍮の森とかいう、SF とファンタジーの合いの子みたいな場所が、次の目的地ですって。真鍮の森には、エレベーターホールから行くことができます。くっそ長い横穴が、ボコッと開いていますので、面倒くさがりながら、ランニングを楽しむと良いでしょう。スチームパンク炭鉱夫が、のたれ死んでいますね。崩落事故みたいな崩れ方ですが、掘削機は、志半ばで停止しています。その、アンデッドファブリカントが、どんなものなのか、よくわかりませんが、アンデッドと名が付く以上、メリディアをこき使う、またとないチャンスです。にしても、どうしてこう、スカイリムの人らは、どいつもこいつも墓を掘り出して、帰り討ちにあっているんですかねー。ソルスセイムのラリスしかり、ダストマンの石塚のシルバーハンドしかり。ふむ。金属製の森なのに、虫の音が聞こえてきます。鳴いている虫もまた、金属製なんですかね？パッと見の印象ですが、ここもまた、ボイリングファウンドリ同様、大きめのダンジョンっぽいです。各部屋にて、鍵を集めてこいと。前回のダンジョンは、アスレチックよりでしたが、こちらのコンセプトは、森。すなわち、アスレチックはほどほどに、迷路をメインに据えた、作りになっていると、勝手に予想しております。何回ますね。道の敵が出てきたら、まずはハゲをこすり当ててみよう。ポジ駅確認。この時点で、魔法吸収が推奨されます。闇雲に近づいた結果、敵の正体は、ファミリーマンだ。人骨で組み上げられた、いわゆる一つのアンデッドシャウラスですね。ドロップ品ゼロ、馬味なし。攻撃加速と、ドンブレ2本あれば、火力は十分。シャウラスと同じボディならば、素早い噛みつき攻撃が、くせ者です。長い体の側面に回り、回転剣舞連発で、あっさり勝てそうですね。パワーアタックで、ひるんでくれるかは、割と運ゲーですが、先ほどの、首なしガードマンよりは、随分戦いやすい印象です。ファミリーマートに誘われるがまま、道なりに進んだものの、部屋の中央あたりに、戻ってきている感じです。これはもしや、木の枝を伝っていくパターンかな？伝っていくにしても、どこが正規ルートなのか。こんな細いパイプ、本当に正解ルートなんですかね？しかも途切れてるし。自分の目で、行き止まりを確かめる、プレイヤーの鏡ですね。足を滑らせれば、骨の一本くらい、折れそうな高さです。落下ダメージ無効だと、ためらいなく進めて、楽ちんですね。
なんとなく正解ルートにたどり着きました。久しぶりに、バイザーの出番ですね。あ。心臓がエクスプロージョンするところでした。返事がない。ただの犬のようだ。動き出す気満々の、野犬が一匹。これはさすがに、先行して罠を敷いても、罰は当たらないでしょう。害獣駆除用の、トラバサミを仕掛けまして、いざバイザー。あ、工場で見た、柱がポップしました。オウムの杖で、スイッチオンすれば、ただのが動き出すと。犬畜生の動きは早いので、できるだけ距離を空けて。では行くぞ。いいからさっさと倒れろ、にゃふん。思いのほか素早いのう。しかし所詮はただの犬頃。目覚めて即トラバサミ。そして、どうあがいても突っ込んでくるので、華麗に噛みつきをかわし、肋骨を言わせていただく。珍しくかっこよく決まりましたが、テイク4なのは、内緒だ。その後、あちこち駆けずり回って、鍵のロンダリングをしておりました。出てくる敵といえば、ファミリーマンに、白骨化したただの犬だけでしたし。お釣りこそしますが、そこまで苦戦する敵でも、ないのが救いです。暗いのう。暗いのには、暗いなりの理由がありまして。陰鬱な薄闇の森で、今日も元気に尻尾を振る、スカルマンモス君。あやつらに見つかると、メガトン級のじゃれつきを食らい、全身複雑骨折必至です。そして、この部屋全体が、くっそいやらしい、迷路状になっています。木の隙間を抜ければ、迷路もへったくれも怪しませんが、見た目より狭く、抜けられない隙間も多数ありまして、横着してぴょんぴょん騒いでいると、後ろからどつかれてしまいますぞ。一応、消音魔法を使えば、非常に見つかりづらくなるので、お渡し機だろうとなかろうと、マンモス君を刺激しない、一工夫をおすすめします。この迷路ルーム、結構広くてですね。体感ですが、リフテンの街の、半分くらいの面積があると思います。その上、霧深い中で、鍵を見つけ、ゴールにたどり着くことを、強いられるわけですから。記憶力よりは、忍耐力が試される、区画の一つですね。なお、私はこの部屋の攻略に、15分ほどかかりました。ゴールの扉は、割とすぐに見つかりましたが、鍵探しがくっそ大変でしたとさ、ちゃんちゃん。さて、ゴール部屋には、ご褒美として、ボス戦が用意されています。全然嬉しくないんですが、それは、霧深い中、巨大ただのとの、決闘みたいです。めちゃくちゃブルブルしてる。生まれたての馬でも、もう少ししっかりしているのでは。何にせよ、まずは作戦を練らねば。正面から、と付き合って勝てるなどと、夢見がちなことは、考えておりません。いかに安全に、確実に勝てるか。わかりました。この木々の中にこもって、狙い撃ちすればいいんですね。遠距離攻撃は、オウムの杖で。狼から逃げる、シマリスにでもなった気分です。と、数が増えたじゃないか。これまでのボス戦は、どれも一癖ある内容でしたが、今回は、分身が出現するという、血も涙もない、ガチのボスですね。オウムの杖は、オートマトンに、それなりの威力を発揮しますが、アンデッドファブリカントには、効果があるようなないような。恐れ知らずのハゲに群がる、3匹のマキナリー。私のあんまり強くない杖で、ダメージが出ていないくさい。アーニエルのナメプ魔法で、じりじり削っている具合ですね。そして、マキナリーが、3匹いる意味ですが、よくわかりません。とにかく、攻撃を当てれば、体力が削れる以上。荒ぶる野獣トリオを、暗記から延々しばく、ただそれだけのことよ。はい、
もう見どころ3が行方不明なので、4倍速です。実はこやつら、アンデッドの端くれなのに、霊気魔法が、まあまあ通ります。そりゃあね、寒い地域に住む人だって、亀がひっくり返って、甲羅参った、なんて聞いた日には、寒々しく思うことだって、ありましょうや。ということで、多分強いんですけど、あんまり強さが発揮されないボス、マキナリーでした。戦利品は、骨をパカッと割ったら、カニかまぼことか、出てきませんかね。お腹空いてるんです。おお、ゴブエリの解放の剣。これまた珍妙なスタイル、デザイン。その効果は、なんと、この辺の敵を、ワンパンで倒せるという。私も奴らも大渡し期、やられる前にやれそうどでした。おまけとして、緑スイッチも作動させられます。惜しむ楽は、両手剣であることです。なぜか縦武器じゃないんだ。まあ、ブータれても意味はありません。時間も押してますし、最後に試し切りをして、終わりにしましょう。いやいやそういうことじゃない。パパパッと切って、終わり。あ、ちなみにマンモス君たちは、無敵です。この剣以外では、倒す手段がないと思われるので。無益な争いと、特に理由のない殺傷は、剣を取ってからにしましょう。迷路で散々苦しめられた、お礼参りができて、気分もぐっと、なかなか悪くないね。といったところで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。